はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はですね、ガンバライジングちょっとやってきたんですよ。はい。まあ、といってもカード買っただけなんだけど、うん、そしたらね、こんなカードが出たのでちょっとご報告したいなと思います。はい、こちらです。これパラドックス、仮面ライダーパラドックスのパーフェクトノックアウトゲーマー99のレジェンドレアがですね、出てしまった。なんと一発で出てしまいまして、はい、超びっくりしちゃったのよ。うん、焦ったよね、マジで。本当すごいびっくりしちゃってさ。で、これ裏返してバーストするとクリティカルノックアウトパズルか、うん、なんだけど、エシンクと虫キングやってて、そのトライで100円入れてさらっと買ったんですよ、うん、そしたらこれが出ちゃったっていうですね。そうで、ちょっとね、癖になって2枚目買ってみようかなと思って、うん、で買ったのがこちらね、はい、仮面ライダーゴーストの無限魂、これはノーマルだね、うん、前回のライダーの最終フォームなのにノーマルだったね、これね。確かにちょっとびっくりだ。バーストさせるとこれですね、仮面ライダーゴースト無限魂のゴッドオメガコンビネーションですね、うん、これでもなんかもうちょっとやってみようかなと思って、うん、もう1枚買ったらなんとこれが出てしまいました、うん、キャンペーンカード、はい、びっくり。これレベルアップコンボのね、レベルアップコンボというキャンペーンカードが出てしまいました、うん、大変びっくりしました、はい、これあれだね、ちゃんとエグゼイドレベル2でドラゴナイトハンター、うん、あとダブル X、 マイティブラザーズダブル X だね、うん、マキシマムゲーマーまで、うん、勢ぞろいだね、これ。これすごいよね、うん、レベル99と出てますけどね、うん、こんなカードが出てしまいました。で、これバーストさせるとこうやった、キングアザコンビネーションエグゼイドですね、はい。で、まだやったんですよ、うんうん、で、これ出ました、はい、カメラダスナイプシミュレーションゲーマーレベル50、うんうん、これノーマルだね、うん、バーストさせるとグレートストラテジックファイア、もう一回やりました、うん、これ最後ね、もう一回やったらこれが出ました、はい、仮面ライダーパラドックスファイターゲームはレベル50、これはレアですね、はい、はい、ちょっとキラッとしてますね、うん、こんなのが出てしまいました。バーストすると、はい、パズルゲームのレベル50、アンサーザパズルって書いてあるね、うん、はい、ちょっとね、ビギナーズラックだったかなと思って、うん、ガンバラジムパパやったことないからこんな感じで出ると思わなくて、もしかしたらちょっと今後やっていくかなと思ってしまった、はい、ね、これは、うん、ちなみにね、今日はね、パパ本当にいい日で、虫キングのビンゴ、うん、あれで2列目が揃ってヒゲナガカミキリ、そう、ヒゲナガカミキリ出たんだけど、これもね、キラカードで配出されたんですよ、うん、かなりだから今日はね、パパ運がいい日だった、うん、エイシン君が2列目揃った時、これ普通のプリントカードだったもんね、うん、うん、この辺がちょっと違う、びっくりしちゃった、うん、なんで今日はラッキーデーだったかもしれない。そうだね、よっしゃ、ラッキー。はい、ということで今回ですね、なんとガンバライジングカードのレジェンドレアが出てしまったというお話でございました、はい、びっくりしたね、うん、皆さんもガンバライジングやってますか？こっちもやった方がいいかな。そうだね、ちょっとアンケートを用意してますので、もしガンバライジングこれからも続けてってほしいっていう方はぜひこちらアンケートを答えてみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。